こんにちは。スイス在住元バックパッカーのベンネです。少子化問題が深刻化している日本ですが、子供はいらない、結婚もしたくないという若者が増えている一方で、子供が欲しくても作れないという人も多くいます。さらには子供を産まなければよかったと一瞬でも思う母親がいるのも現代の事実です。子供という問題は私たちそれぞれに直接関わる問題なので、欲しい、いらない、作る、作らないというこの選択をしていく身近な問題の一つなのかもしれませんが、少子化という大きな問題になるとあまり実感が湧かないのではないでしょうか。でもこの問題は数年以内に子供を持つ人持たない人関係なく大きく直接的に影響していきます。今日の動画では子供を持つべきかどうかというテーマから、近い将来日本がどのように変わるのか、そしてそれが私たちにどう影響していくのか、またどんな対策をしていくことで子供を持つことへの選択肢を広げていくことができるのかというお話をしていきたいなと思います。子供というお金がかかる選択肢について興味や関心がある方はぜひ最後までご覧になってくださいね。過去には自民党の麻生副総裁が、少子化の一番の原因は出産年齢が高齢化しているからという発言があり炎上していましたが、実は日本の出産年齢は決して高くはありません。2021年の厚生労働省の調査によると、日本の初産の平均年齢は 29.9 歳でした。先進国の中でも出生率が高いとされているアイルランドは 32.6 歳、スウェーデンは 30.7 歳と日本の平均年齢よりも高いんです。そしてここ私がいるスイスでも、初産の平均年齢は 30.6 歳と日本よりも高いですが、北欧に続いて先進国ではトップ5に入る出生率を誇っています。先進国のどこでも少子化は問題となっているんですが、児童手当とか育休制度などの子育ての支援政策が整っていて、社会保障がさらに整っている国では、たとえ平均出産年齢が高くても日本ほど深刻な問題にはなっていません。ではこの日本で社会保障が整えば、この少子化問題は解決されていくと思いますか？ある調査では、子供は欲しくない、もしくは作ろうとは考えていないと思っている人への調査で、子供がいらない理由に男女で大きな差が出ました。男性では子育てにお金がかかるという経済的理由がダントツで1位だったのに対し、なんと女性では自由がなくなるという理由が1位だったんです。さらに2位は子供が苦手、そして3位は子育てに自信がない、そして4位に初めて経済的理由というのが来ましたが、お金がないことを理由にした女性はたったの 11.8% でした。これは個人的な意見なんですが、日本の少子化問題はもうお金の問題だけではなく、子供を育てにくくしている社会に問題があると考えています。子供の声は騒音ではないという法律の制定が今検討されていますが、そんな当たり前のことを法律にしなければならないほど子供の声によるトラブルが多発していて、子持ちのお母さんたちは肩身の狭い思いで子育てをしないといけないんです。私自身もベビーカーでのバスや電車利用では辛い気持ちになった経験がありますが、それだけではなく、小さな子供がいる母が夜飲みに行けば批判され、で子持ちの母はこういうものだっていう古い価値観を押し付けられる、もうこれが日本なんですよね。日本人女性が自由がなくなると感じて子供を持ちたくないと思うのは当然のことなんです。2025年には日本は超高齢化社会に突入します。あと1年半です。今の日本の年金システムでは、これから現役社会人に税金や保険料の負担が大きくのしかかってくるのに、現役世代はこれからもこの先どん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 数が減っていくということがもう分かっているんです。そうなるとどうなるのか。子供がいる家庭、いない家庭、独身世帯、何も関係なく、もう日本国民全体の負担がただただ膨れ上がっていきます。そしてこれはもう逃れようのない、必ず来る未来なんですね。少子化解決のために子供を一人でも多く産もうなんて、もう今更誰が言っても日本は何も変わりません。子育てしにくい社会が出来上がり、子育てをするにも莫大なお金がかかる。子供は可愛いし欲しいと思う人はたくさんいるのに、それでも経済的理由や制約される自由を理由に、もう産むことを諦めたり人数を決めたりしているんです。欲しくてもなかなかできない人さえ不妊治療に莫大なお金がかかります。日本全体を考えるよりも、今は個人一人一人の生活を考える方が先決になってしまう時代。
そんな中で個人の選択肢を増やすのに必要なのはやっぱりお金なんです。自由がなくなると言ってもお金さえあればベビーシッターも雇えますし、ストレスを発散するための趣味とか美容だってお金をかけられればもうたくさんの方法があります。お金のある子育てとない子育てではもうそもそも母親の自由度も全然違うんですよね。これからの日本に社会保障は期待できません。そもそも日本はもうお金がないから税金や保険料ばかりが上がっているんです。だから今は個人が個人のために収入を増やし、生活を自力で守る力をつけていかなければならない時代なんですね。自分で稼ぐスキルをしっかりと身につければ、子供を持つか持たないかは環境や条件から出す答えではなく、自分の意思で出せる答えになっていくんです。私には2人の子供がいますが、日本での子育てや環境には様々な疑問を抱くことがあり、海外で子育てをしたいという強い希望がありました。それでも毎日の食費の節約に一生懸命だった一般家庭の専業主婦にはもうそんなこと夢もまた夢だったんです。でも在宅ワークにこだわり、自分で稼ぐスキルを学び実践してからはもう少しずつ変わっていきました。子供たちに我慢させずに済むことで私自身のストレスも減りましたし、自分が買いたいものを買いたい時に買えるようになり、たまに友達と飲みに行くのにも罪悪感もなくなりました。そして海外移住資金を貯めて今はスイスでのびのびと理想の子育てができています。これからの時代、自分の生活を変えたり選択肢を増やしたりするのはもう自分自身でしかないんです。子育ては確かに大変なことも多いですが、環境が整っていて経済的余裕があれば毎日が癒しですごく楽しいですし、未来の楽しみも増えます。子供を持つことが正解というわけではありませんが、子供を持つにしろ持たないにしろ、未来の自分の選択肢を増やすには今行動していくことが大切です。私の公式 LINE では私が海外移住資金を貯めた在宅ワークに関する有益な情報を無料で配信しております。在宅ワーク適正診断も無料プレゼントしておりますので、まずは一歩行動してみたいなと思われた方はお気軽にこちらから友達登録してみてくださいね。 YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価か低評価励みになりますので、ボタンを押していただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー。